はい、佐々木義之です。この YouTube チャンネルのテーマとして3つ情報をね、発信していきたいと思います。まず1つ目はイベント企画情報です。私1年にだいたい2個ぐらい大きいイベントをね企画しています。でダンスイベントであったり芝居のイベントであったりとか、あとはもう一つね今ちょっと取り組んでるイベントでいろんな業界の人たちと融合したイベント、もう愛しかないイベント、スピリチュアルカウンセラーであったりね、あとはその自然科学とかね、自然栽培とか、あとは僕が一応やってる仮面鉄工団というタップと歌芝居とかあるんですけどもね、そのカンパニーの舞台芸術との融合という新しいイベント企画をやってますので、そちらの情報ね、でその情報とともにそれに出演していただく方の募集の情報もね発信していきますので、ぜひ皆さんね歌を歌う方とかダンサーとか、ヒーリングカウンセラーとかね、そういった方々ねぜひチェックしてください。で2つ目はですね、佐々木義之のタップダンスチャレンジということで、私のティーチング講座ですね、タップのね、もしよかったらねそちらもチェックしてください。そして3つ目はですね、私こう見えても51年間生きていますので、その人生経験を元にした、楽しく人生を豊かに生きていく生き方、もう僕結構すごい幸せに生きているので、この経験ね、自分のね経験に基づいたアドバイスとか、こうやったら、引き寄せがあるんじゃないかとか、こうやったらダンサーとして生きていけるんじゃないかという僕なりのね視点からの情報を発信していきたいと思っております。はい、で自分のね簡単な自己紹介なんですけども、私はね愛知県のね瀬戸市っていう山のあるところ、山豊富な自然豊かなところで生まれました。でもう自然と常に過ごしてたんですけどもね、で普通に就職しまして、通勤ラッシュね乗って一生懸命働いて、夜遅くまで働いて、上司と飲みに行って会社の愚痴とか言いながらとか、その愚痴じゃなくていろんなこともねこうしたら良くなるという話をしながら家に帰る。でゴルフとかね接待ゴルフの練習もしましたし、いろんなねそういう世間一般でいうサラリーマンの生き方もしてます。でそこからですね、僕はちょっと自分の好きなことを仕事にしたいということで、東京の方に舞台芸術を学びに来ました。そこから、大体東京どのぐらいかな、5年ぐらい住んでたかな、5、6年住んでて、そこから今度はニューヨーク、本場行こうということでニューヨークに来ました。ニューヨークに3年いたんですけども、そこではですね、住んでみて、でもねニューヨーク行く時ね僕飛行機乗ったことなかったんですよ。もう片道であっち行ってどうやって生活、もう何も考えずに、今だから言えるけどもこの年ではいけないかな、あの時若かったから行けたと思う、で3年間でそこでプロのカンパニー、タップダンスカンパニーに入ることができまして、イエーイ。でそうこうしてる間に今度は皆さん知ってますかね、ブロードウェイのラジオシティホールっていう大きいホールがあるんですけども、どうやら室内観劇場の中で世界一らしいです。本当にでかかったんですね。そこでイベントっていうか舞台がありまして、オーディションがありまして、タップダンサーとして僕受かることができまして、本当にラッキーでした。でそこではですねブロードウェイで活躍しているメインの方がいっぱい出てまして、であとはロケッツのダンサーの方とか、ロケッツって僕分かってなかったんですけど、あこういうラインダンサーの方なんだ、結構有名なで、そういう人たちと一緒の舞台に立てたのがねすっごい今でもねいい経験になってるし、いやー本当に幸せでしたね。まさかね愛知県の瀬戸市の山奥でカブトムシ捕まえてて遊んでた子がこんな風になるとはもう全く想像してなかった、自分でもね。でそれでそういう感じでいろんな経験をしまして、東京に帰ってきました。でニューヨークから帰ってきた東京にちょっと違和感がありまして、愛知県実家に戻ってちょっと3ヶ月間ねゆっくり馴染もうと思ってね、日本にねで冷静に考えてどうするかって言った時に、東京ってやっぱテナント代とか家賃が結構高いんですよね。かといって当時の名古屋ではちょっと人口的にもということで大阪に行くことになりました。で大阪に行ったんですけど仕事ないじゃないですか。でどうするかって言ったら仕事自分で作ろうと思って、ティーチングもしたこと大してないのにいきなりダンススタジオを経営し始めて、でだけどそんな簡単にはいかないんですよね。で最初3年間ぐらいバイトしながらスタジオ、朝6時から昼の3時までバイトして、そこからスタジオみたいなね繰り返して、そのうちに生徒さんもつきまして、で3年ぐらいした時にはもうねバイトしなくても生活できるようになりまして、1回目の発表会、今でも覚えてますね。発表会やった時にですね、生徒さんにね本当に出てよかった、先生楽しかったって言われた時、僕は好きでやってるんですけども、なおかつ喜んでもらえるってすごいその時いい仕事だなと思いました。でこの舞台を見に来たお客さんからも生徒さんにすごい良かったよって、もう幸せの連鎖ですよね。うん、それを仕事とできるっていうのはすごい幸せに感じましたね。だってもう僕普通にサラリーマンやってた時営業だったんですけども、物を買ってもらう時にさ、なんかまあどちらかとまあ佐々木君から買ってあげるよみたいな感じになるのが多かったから、いやまさかねこう商品を売ってもらってその人が感動してもらって喜んだメッセージをもらうってことはもうほぼなかったからね。そう考えるといや今の仕事すごい僕にマッチしてすごい素敵だなと思って、うん、まあそういう感じで、でまあスタジオとかももう軌道に乗ってきて、今度は次の夢としてはなんか学校で教えたいななんて思って、そしたら専門学校からのお誘いがあって、専門学校もやってるうちに今度はまあ大学でも教えてみたいなと思ったら、栗原めぐみ先生っていうね有名な方がいるんですけども、その方からお誘いをいただきまして、で、まあ、今大学で教えてるんですけどね、専門学校の方はねもう若い人たちに任せてるんですけども、まあ、あとは、年に2回大きなイベントを企画してやっております。その一つがですね、関西タップフェスティバルっていうタップのイベントなんですけど、2020年のね5月17日に予定してました。で6月20日にヒューリック東京でニューアースラブフェスティバルって僕の新しい企画なんですけれども、スピリチュアルの方たちと、あとは舞台芸術と、あとは合唱とかね歌とかね、いろんな人たちが融合してみんなでこう生き方を考えてこうやって幸せに生きていこうっていう大きなイベントがあったんですけど、はい、皆さんご存知の通りねこの状況なので見事に中止になりました。でもめっちゃ気合い入れてたんですよ2020年まあそんなこんなで、うん、っていうのが今の現状ですね。ざっくり説明するとね。でまあ皆さんにね今回伝えたいことっていうのはね、まずね正直言ってね僕ねこれね激動の時代のね入り口だと思ってるんですよまだ、うん、昔から言うのが疫病を金融危機大地震その戦争みたいなセットって言われてて、いやまんざらでもないかなと思ってて、で今のさこの状況もさワクチンができるまで最低でも WHO かな、まあ、1年はかかるって言ってで、iPS だけ細胞中山先生だけごめんなさいよくは覚えてないんですけど有名な方とか、あとはまあ彼は大体ミニマムで1年でニューヨーク知事とかはさ経済がニューヨーク戻るのは1年半後ぐらいとか言ってるわけじゃないですか。でオックスフォード大学の研究員の人たちは大体もう 2、3 年はダメじゃないかっていうね論評を発表してるんですけども、それを考えて専門家の視点から見てもやっぱり1年ぐらいは早くても、だからそういう意味でこうなんていうかな厳しい時代が激動の時代が来るなと思って。でもいろんな情報を聞くとね結構辛い情報が現実的に多くて、なんとかこうねこの時代を乗り越えるためにいい情報ないかと調べたんです。ありました一つちょっとねウィキペディアだっけそれからのちょっと情報なんですけども、ストックデールの逆説っていうのがあるんですけども、彼ね42歳でなんか海軍のパイロットで多分海軍だから多分空母かなでベトナム戦争の時にその撃ち落とされちゃった対空砲火でねで捕虜になって8年間ですよ8年間42から8年間拷問ですよ毎日拷問受けて、それでもう奇跡の生還をした伝説の人のお話なんですけども、彼が、帰還した時にねインタビュアーが「どうでしたか?」っていう話からの彼の、その答えなんですけども「私は結末について確信を失うことはなかった」。ここから出られるだけでなく最後には必ず勝利を収めて、この経験を人生の決定的な出来事にし、あれほど貴重な体験はなかったと言えるようにするってめちゃめちゃポジティブじゃないですか。まあ僕ね今ねこの状況ってねもうかなりやばいんですよ。スタジオ2つ経営してるんですけどそれも休業中でイベント仕事全部ぶっ飛んでてとか思ってて、この人さこの当時で言うとまあ同じぐらいなのかな、いや40過ぎて8年間毎日拷問きついですよ耐えられないですよ僕死んじゃいますよほんまに。それでもう彼はなかったことにするんじゃなくて貴重な体験にあれほど貴重な体験はなかったと言えるようにするってめちゃめちゃポジティブですよ。うん、でインタビュアーの人が生き残った理由っていうかね他の人たち生き残れなかった理由はどう違うんですかみたいなのを聞いたんですけど、その時に楽観主義者だそうクリスマスまでは出られると考えてた人たちクリスマスが近づき終わる。そうすると今度は復活祭までには出られると考える。そして復活祭が近づき終わると次は感謝祭、そして次はまたクリスマスで失望を重ねていって死んでいく。要するに期待だよね。楽観的に見て、だからこのね、そういうところで結構精神的にやられてて亡くなってったっていうことを彼が言いたかったのかなと思います。で、これは極めて重要な教訓だ。最後には必ず勝つという確信、これを失ってはいけない。だからこの確信と、それがどんなものであれ、自分が置かれている現実の中で最も厳しい事実を直視する規律を混同してはいけない。あ、これね、結構僕重要だと思うんですよ。だからその必ずいい時代は来る。今こういう状況だけども必ずこの良い時代は来る、それを必ず自分で信じ込むと同時に、今置かれている現実をこうポジティブだけじゃなくて現実もちゃんと把握する、だからもう金融危機が来るかもしれない、地震が来るかもしれない、富士山ボーンって爆発するかもしれない、そのリスクっていうのはさ、確率的には高いわけじゃないですか。この30年以内に地震が来るっていうね、直下型とかなんか言ったら 80% って、だから明日来てもおかしくない、だからそういうことが起きてもいいように心の準備をしておく。だからそれだけでもちょっとでもさ、備蓄してるだけでも全然違うと思うんだよね、そういうのがすごい重要。でも必ずここは夜明けはあるっていう、でこのさ、なんだっけ、ストックデールさんは捕虜だったわけじゃないですか。僕らはさ、自由なわけじゃないですか。だからもう仕事辞めてもいいし、新しい仕事するのも自由だし、いろんなことができる。だからこうただ待ってるだけじゃなくて、僕らはさ動けるわけだから、いろんな発想を持って、まあ僕はダンサーだからね、劇場で3密でやるんじゃなくてライブ配信をするとか、無観客のね、それとかまあ動画として伝えていくとか、あとは Zoom とか、いろんな業種もあると思うんだけども、いろんなやり方、ここで考えるべきだと思うんだよね、次の時代に向けてリノベーションしていく、それが先につながることなんじゃないかなって僕は思っております。はい、なんかね、皆さんのね、生き方とかにちょっと参考になれば嬉しいと思っております。まあ、ということで、ちょっとこういうような情報をね、発信できたらなと思っております。総括というか、最後のメッセージ的っていうか、最後のメッセージで変だけども、思うことはですね、僕ね、ダンサー界にずっと行ったわけですね。そうするとやっぱりこう Facebook もそうだし、インスタもそうだし、Twitter とかもそうだし、みんなダンス界の人が多くなってたんですね。それはそれでいいんですけども、ニューアースラブフェスティバルっていうのを企画してから、その違うジャンルの世界の人たちとこう知り合うようになってから、本当にね、いろんな情報が入るようになりました。で、いろんなものの見方、考え方ができることによって、もっとポジティブだし、そのグローバルだし、その幸せ楽しく生きていける、こんな生き方もあるんだなっていうことをね、学んでいますね今ね。で、ニューアースラブフェスティバルを企画した時に、最初はですね、出演者に並木義和さんね、スピリチュアルでももうすごい有名な方ですよね。彼に、もう僕動画でしか見たことないんですけども、ダイレクトメールでこんな企画したいんですって送ったんですよ。そうしたら彼の目に留まって、これ面白いですね、佐々木さんにじゃあやりましょうよということになって、で、お会いして、いろいろ話して、あ、ぜひ進めてくださいということだったんですけど、ちょっといろんな事情があって、それが流れて、そしたらもう普通だったらね、ちょっとショック受けるところを、僕ね、これは何かのもっといいことがあるっていうふうに前向きに捉えて、自分で今度はまた出演者の人を探したんですね。そしたらもう橋爪大輔さんとか、あとはゆりえさん、タロット占い師のゆいひかりさんとか、自分大好きもっちとか、パサイトのパッサンとか、もう僕の YouTube チャンネルってまださ100人もいってないんだけど、もう彼らって1万とかさ、5万とか10万とかさ、そういう人たちなわけよ。でも直接普通だったらね、こう喋れないし、そんなんならないけども、やっていくことによって、やり方を考えて自分が動くことで、そういう人たちと密な対等っていうか、いい意味でね、で話せたりとか、ものを考えたりするチャンスを僕ゲットできたんですね。だから、ニューアースラブフェスティバルは今回中止になってしまったけども、それに至るまでのプロセスがすごい大切で、そういう人たちと知り合って、そういう情報、そういう考え方を共有することによってすごいね、こう広がるんだよね、考え方っていうか世界が。それがすごい重要だったなと思ってます。で、ニューアースラブフェスティバルは一応舞台では中止になったんですけども、これを今度は僕ね、中止残念じゃなくて映像化しようと思ってるんですよ。だから舞台ので撮る映像とは違って結構アップとかもいけるんで、すごいいいものが撮れるんじゃないかなって。だからそこにはこうスピリチュアルの人たちも協力して出てもらって、いい作品を作っていこうかなと思っています。はい、ということでちょっと長くなりましたけども、もしね、こういう考え方とか未来的な考え方が好きだなとか、幸せに生きたいかなとか、そういう人たちはね、ぜひぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。で、私Twitter とか Facebook とかもやってますんで、インスタもちょっとやってますんでね、もしよかったらね、友達申請していただいていたら嬉しいかなと、フォローの方よろしくお願いします。ということで、佐々木義之でした。どうもありがとうございました。